はい、こんばんは。今日はドライフードメーカーで作ったドライフルーツを食べていきたいと思います。はい、こちらキウイフルーツとバナナとリンゴとこちらレモンを乾燥させてみました。キウイフルーツはまだ熟していない硬いものを使ったので、元がね酸っぱかったので、ちょっと味見をしたら酸っぱいと思います。で、リンゴどれもね、ちょっと水分が全部は抜けきっていないような、ソフト乾燥みたいなドライフルーツになりました。よいしょ、食べていきたいと思います。まずは甘そうなものから。リンゴ、うん、甘い。口の中で水分と水分を吸収して、シャリシャリ感と、うん、リンゴの果肉感というか戻りますね。うん、味的にはすりリンゴを食べているような味わいです。ではバナナです。バナナチップスのソフトバージョンそのままだ。結構噛み応えがあるので、噛めば噛むほど味わえるというような感じ。うん、美味しい。ではキウイフルーツ、キウイフルーツ独特の酸味が結構感じられる。もうちょっとね、熟してからすればよかったんですけど、買ってきてまだ固いままの状態で乾燥させたので、うん、酸味の方が強いですね。ではレモン、ちょっと種と一緒に乾燥させたんですけど、この種を溶かして、ぽい、いただきます。お、パリパリ、酸っぱい、レモンピールの香り結構すごい、紅茶に合いそうですね。紅茶入れたらこれを浮かべて、ちょっとレモン風味で、そう、紅茶を吸ってちょっとレモンに戻るというか、良さそうな、調味料に良さそうな感じのレモンですね。蜂蜜レモンとか砂糖漬けのレモンとかを乾燥させたら、もうちょっと食べやすいものになったんじゃないかなとね、思うんですけど、これはこれで使い勝手も良さそう。なんか、うん、ちょっと考えて紅茶にでも入れたいと思います。というわけで、今日はドライフードメーカーを使ってドライフルーツを作ったので食べてみた動画でした。おしまい。